虹の滝虹の滝の一日の滝は、香川県北郡三木町小美野に存在する滝、香川県二級河川港東川水系に属する。三木町内における継承地として知られ、周辺は三木町産業振興化農林係によって、キャンプ場として整備されている。そのため本項目では、周辺施設である虹の滝キャンプ場についても解説する。 三木町の中でも佐抜山脈の山間部となる小見野地区の南に位置している。正確には小滝、目滝と呼ばれる一帯の二滝を指して虹の滝と総称している。1968年に四国新聞社によって新佐抜百景に選ばれており、香川県の指定する香川の緑百選の一つでもある。水量が十分な時には、水煙が立ち上り、常に虹が見えることから、 虹の滝の名が冠されたとされている。虹の滝、小滝キャンプ場遊歩道の採用にある、幅5メートル、高さ11メートルの滝。その高さ及び、落差、周辺岩場の急坂より、カムジカ、滝とも呼ばれる。虹の滝、目滝キャンプ場遊歩道のバンガローを越えて見える、幅6メートル、高さ8メートルの滝。滝の吹き出し口からなる滝の形状により、 調子滝とも称される。三木町産業振興課によって管理されているキャンプ場。設備利用には、同庁役場に対し電話やウェブサイト等にて、一旦問い合わせた後、役場の指示に従って、利用申請を行う必要がある。なお、小滝、目滝ともに、本キャンプ場の奥にあるため、上記の各滝に行く場合、必ず本キャンプ場を通過することになる。 香川県道42号込みの前田あずま線沿い駐車場完備香川県道42号込みの前田あずま線国道193号交点となる込みの交差点から県道側に入ってすぐの場所に虹の滝を橋という橋がかかっているただしこれは込みの地区の林地区である奥山地区にある港東川の源流から流れ出ている河川本流にかかっている橋である 実際には、虹の滝大橋よりも西側の合流点で、虹の滝からの復流と合流し、潮の江地区に流れ出ている。つまり、虹の滝大橋は、虹の滝からの流れにかけられている橋ではない上に、この橋の位置は、虹の滝ではない。なお、虹の滝キャンプ場内の遊歩道には、虹の滝橋という橋がかけられており、こちらは、虹の滝から流れる川の上に存在する。 ありがとうございます。